子供を性的対象にしてる方々っていうのがいっぱいいらっしゃって、全然違う場所で遺体も残らない形で処理をするっていうのも不可能ではないので、残念ながら一番効果的なのって多分、まともな地域に住むことなんですよ。 えー、30代主婦です。小学1年生になる娘がいます。小さい子供にいたずらをしようとする大人が少なからずいます。子供まもろ方を教えてください。私は小学生の頃、下校途中にすれ違ったおじさんが露出鏡で下半身を見てしまいました。同じ面に合わせたくないです。えっと、まず、あの、下半身を見るぐらいだったら、別に見ても大丈夫な子供にした方がいいと思います。今その、 通りすがりでパッと見せて逃げるみたいなのを防ぐことは不可能だし、インターネットで普通になんか、あの、ページ見てたとしても、送られてきたリンクをクリックしたらそういうものが出てきてしまうっていうのは確率の問題で発生するので、なので、その、視覚的に何かを見てしまうは、もうしょうがないです。 それを避けようと思うと、本当に人間の少ない山奥に行くとかになっちゃうので、で、避けなきゃいけないのは、物理的に子供に嫌がらせとか、接触をするようなタイプっていうのをどう避けるかの問題で、なので、そこはアラームを持たせるっていうのと、あとその携帯電話、あの、必ず持たせるっていうのと、アラームと携帯電話の使い方をきちんとマスターさせてあげてください。その、何かあった時に、この紐引っ張ったら大きなアラーム鳴るよねっていうので、ちゃんと1ヶ月に1回とか訓練してください。 要はその、本当にビビっちゃって体が動かなくなっちゃったっていうので、アラームさえ弾けませんでしたってなっちゃって、車に連れ込まれましたってなっちゃうと、車の中でアラームを鳴らしたとしても、窓閉めてると聞こえなかったりするんですよね。なので、車に連れ込まれる前にアラームを引っ張らなきゃいけないので、なのでそこの訓練をするとかだったり、あとその携帯電話とかで GPS、あの子供のなんだっけ、なんとか本みたいな、あの子供の、 GPS 繋ぎっぱなしのやつがあって、で、それでそのどこにいるっていうのが必ずわかるような形態っていうのがあるので、帰ってくる時間に帰ってこないおかしいよねっていう時はすぐ電話するし、電話出ないんだったら GPS でちゃんと場所を調べるみたいな形で、そういう犯罪に巻き込まれないようにするし、巻き込まれそうになっても逃げれるっていう、そういう対処をきちんとやった方がいいんじゃないかなと思います。 主に子供や老人が一瞬目を離しただけでその場から消えてしまい捜索しても出なかったり時間が経ってから全く開けないところで発見されたりする現象を神隠しと呼ぶそうなんですがその真相やトリックはどのようなものだと思いますか暴国に限ららず人さらいって昔から言ったんですよね まああの、その、えっ、ー、と、ヨーロッパの場合は本当にそのリアル犯罪としてあって、まあその子供を性的対象にしている方々っていうのがいっぱいいらっしゃって、で、そのそういう金持ち用に他の国から子供をさらってきて持っていくっていうのがあるんですよ。で、その、要は、国境、 つながっちゃってるんですけど、国越えると、もうあの、犯罪の捜査ってされないんですよね。例えばじゃあ東京で犯罪をして、東京でじゃあその、ひげおやりさんの子供僕がさらって埼玉県に行ったとして、東京都の警察は埼玉県に行けないんですよ。なので終了って言って捕まらないっていうのが、ヨーロッパって陸続きに他の国がなってるんで、そうなっちゃってるんですよ。なので、本当に子供をさらうという事件はありますと。で、まあそれは置いといて、で、日本の場合って、そういう意味でその、性的対象にするっていう子供さらいはそこまで 多くないんですけどただその,あの子供を失ってしまった人が割とさらって育ててしまうっていうのがあるっぽいんですよね。 なんかあの四国かなんかで子供死んだはずだった家庭になぜか突然子供が戻ってきてでその人がね267歳とかになった時にあれなんかひょっとして僕昔他の家で住んでたよなみたいなことを思い出してで調べてみたらあれここで失踪したって言われてる小学生の誕生日と年齢僕と一緒だったんだけどみたいなニュースをどっかで見た気がするんですけどあれオチどうなったんでしたっけ 興味がある人を調べてみてください。はい、山中やキャンプ場で子供がわずかに3分の間に何の形跡も残さず失踪してしまうような未解決事件が日本ではたまに起きますが、子供たちはどこに行ってしまったと思いますか努力者の見解を伺いたいです。あれ、山梨県かなんかのやつですよね。えー、と、ま、誰かに連れ去られてしまって、そこのまま暮らしているパターンっていうのだと思うんですよね。動物とかで食われた場合はある程度その死体が残ったりするので、 で、その結構その子供って連れ去られてもうまあ仕方ないよねって諦めて暮らしちゃう人ってそこそこいるっぽいんですよね。なのでそういうことなのかなと思ったりします。もしくはその、あの全然違う場所で遺体も残らない形で処理をするというのも不可能ではないので。まあ、あの、ある程度バラバラにして船持ってる人だと、そのまああの、そこそこ離れた場所でばらまいちゃうともうどうしようもないので。 えっと、個人的にこの世で一番怖いのは、エリサラム事件や、弁送内開始事件、岡山地底子行方不明事件などといった未解決事件だと思ってるんですが、ひろゆきさんこのような未解決事件についてどう思いますかまたひろゆきさんが一番怖いと思う未解決事件ってあったりしますか、うん、えっと、僕は、あの、記憶力悪いので、なんか、岡山地底子ぐらいはちょろっと覚えてるかもしれないですけど、あとよく知らないですよね。で、あの、未解決事件の本当に怖いのは、多分、事件化してないやつなんですよね。あの、前にもその、 要はあの、殺人をいかにバレないようにするかって話をしたと思うんですけど、あの、結局、その、殺人事件がなぜ捕まるかっていうと、死体が見つかって、あ死体があるということは誰かが殺したよねって言って、日本の警察が本気になって探すんですけど、死体が見つからないとそもそも殺人事件として誰も捜査しないっていうのがあるので、未解決事件よりも未解決事件として呼ばれるような事件化すらされてない事件の方が、多分きついと思うんですよね。 なので、なんとなくさらわれて、なんとなく死んじゃって、誰も事件化しなくて、あの人連絡取れないから行方不明みたいな事件って、世の中すげえいっぱいあると思うんですよ。例えば僕、まあ今日本にいますけど、なんか日本にいたりフランスにいたりとか、う,うろうろしてて、でまあその今、あのなんか配信みたいなことしてるから、そのなんか、僕が行方不明になったり連絡取れなくなったら多分気づく人いると思うんですけど、そういうことしてなかった時代だと多分、僕が半年一年死んだとしても多分、 知り合いと家族以外気づかないと思うんですよね。で、知り合いとか家族とか、あの、疎遠にしてますみたいな人だと、その、さらわれて殺されて死体も処理されてっていうので、で、なんか誰も気づかないけど、あの人どこ行ったんだろうね、みたいな感じで気がついたら行方不明扱いっていう人の方が多分結構多いと思うんですよね。 まあの、山梨県で、あの、お子さんが行方不明になった事件とかありましたけど、キャンプ場で。あれも結局、そのお子さんが見つかってないので、行方不明っていう形になってるんですけど、あれもまあ、死体が見つかったらもう殺人事件だっつってすげえ頑張って探すと思うんですけど、まあ、死体も見つかってないし、どうしたもんかねっていうので、まあ、どうしようもないよねっていうままになっちゃうんじゃないかなと思います。はい。えー、保育園にネットワンチャーティうのものです。えー、昨日、群馬県で下校途中の小学4 年生の女の子が刃物で襲われた事件があり、起きました。えー、ひろきさんの政治や経済に関する意見を一番楽しく聞いておりますが、幼児や子供に対する通れないのせい私にとってこの辺で一番大事なのですが、えー、このテーマについて影響力のあるひろきさんにぜひ日本の社会に指導をお願いします。ホームスクーリングにしたらは、なしで。えー、で,でももう、多分あの、自己防衛をするか、犯罪者系の人がある程度わかるようにするかで、まあ、例えばその、アメリカとかの場合だと、性犯罪者で一回捕まったことのある人って、 あの、足に GPS つけられて、あの、今どこにいますよっていうのが、その、その州とか街にいる人が全員分かるようになったりするんですよ。なのあの、子供を持つ親だったらそこに近づかない。その GPS にして犯罪者が分かるようにするか、もしくはその、あの、攻撃される子供が自己防衛をするために、あの、ペッパースプレーみたいなのだったりとか、アラームだったりっていうのを持つようにするかっていう、多分二択になると思うんですけど、で、あの、残念ながら一番効果的なのって多分、まともな地域に住むことなんですよ、ね。 あの、割とその、おかしなことをやる犯罪をしがちな人って、そんなにそのお金を持ってることが少ないので、結構その治安のいい地域って、あの、地価が高かったりするんですけど、そういうところに住むことができなかったりするんですよね。なので、あの、もしその、あの、そういう事件避けたいのであれば、治安のいい地域に住むしかない。